乗り越えスイッチ。皆さんこんにちは。本日のテーマは嫉妬についてです。嫉妬すると心が狭くなりますよ。今日はそんな嫉妬した時に嫉妬しない方法を3つ教えたいと思います。最後まで見てってくださいね。おい長谷川、休み日に呼び出して悪いな。そういえばお前前に副業したいって言っただろ。俺が今やっているアントニオ会社のパッケージのデザイン、あれお前やってみねえか。え、それ本当ですか近藤さん。あのアントニオ会社のパッケージ、あのデザインを僕にやらせてくれるんすか。ああ、ちょうどお前が適任なんじゃないかと思う。もちろんいいものができたら継続的に頼むようだ。本当っすか。すっごい嬉しいんすけど。まず最初はお試しで一つ10万円でお願いしたいとのことだ。で、継続的にお願いすることになったら倍の20万で契約するそうだ。悪い話じゃねえだろ。夢のような話なんすけど、この会社勤めながらやってもいいんすよね。もちろんお前が引き継ぐことも社長には伝えてあるから、思う存分やってみろ。そのお試しのデザインっていうのはいつまでに終わらせればいいんですか。今週1週間でお願いしますとのことだよ。ちょっと待ってくださいよ近藤さん。今日もう水曜日ですよ。木金土日、4日しかないじゃないですか。ここの仕事も溜まってるのにどうすればいいんすか。無理ですよ無理。長谷川、そのことだったら心配するな。社長にも伝えてあるし、お前はアントニオ会社の案件だけを集中してくれればいい。お前のここでの仕事は土田に全部任しとけ。本当っすかそれ。ありがとうございます。それだったらなんとかなりますよ。じゃ、僕早速取り掛かるんで土田さんに報告してきます。長谷川、先方を落胆させるようなことは絶対するなよ。頼んだぞ。そのためにお前頼んだんだ。大丈夫っすよ、任してください。きっと期待に応えてみせますよ僕は。というわけで土田さん、僕は今週いっぱいはアントニオ会社のデザインの方をやんなきゃいけないんで、僕のここでの仕事全部あなたに任せますよ。ちょっと待ってくださいよ長谷川くん、そんなのひどいじゃないですか。アントニオ会社のデザインって言って今まで近藤さんがやったやつですよね。あれ20万ぐらいもらえるじゃないですか、一回のデザインで。いやいや、初回は10万円で僕の腕を見るみたいですよ。でも認められたらその金額はもらえるみたいですけどね。楽しみですよ。そんな話ないですよ。なんで本業おろそかにしてそっちやっていいんですか。しかも僕に仕事押し付けてまで。僕にも分け前くださいよ、頑張ってやるんだから。半分。分け前ですか。だってこれはあれですよ、社長と近藤さん承認であなたにお願いしていいって言われてるんですよ僕は。分け前も何もないですよ。わかりました。じゃあその代わり今日夕食おごりますよ。何ですかそれは。ふざけないでください。ずるいですよ長谷川くんばっかり。僕もそんな仕事やってみたいです。つかその仕事僕にください。土田さんも日々の仕事をちゃんとやってれば認められてこういう話が回ってくるんじゃないですか。あの近藤さんが僕にそんな仕事くれるわけないじゃないですか。あの人僕のことすごい嫌ってるし。まあそういう態度が問題だと思うんですけどね。まあいいや、僕の仕事内容は後でメールで添付しておきますので絶対見てくださいよ。彼ばっかりずるいですよ。アントニオの案件とうちの会社の手当てで40万はいくんじゃないですか彼の手取り。ふざけやがって一気に大金持ちじゃないですか。納得いかないな。もうお、どうしたの土田さん、久しぶり。あ、お久しぶりです。違いますよ。そんなことより長谷川くんがアントニオ会社のデザインの案件近藤さんから引き継いだみたいですよ。さすが長谷川くん、すごいじゃん。てかなんで和田さんそんな清々しくいられるんですか。僕なんかもう腹が立ってたまりませんよ。土田さん、それもしかして長谷川くんに嫉妬してんじゃないの。そうですよ、嫉妬してますよ。だったらなんだって言うんですか。土田さん、嫉妬するとどうなるかわかります。心が狭くなっちゃいますよ。僕は自分に正直なんです。だから心が狭くなっても全然いいんです。だって羨ましいですもん。土田さん、気持ちはわからなくもないですけど、嫉妬することによってこのようなことが起きてきます。嫉妬することによって3つのデメリットがあります。1つ、心が狭くなります。2つ目、自分だけが不幸だと思います。3つ目、相手との仲が悪くなってしまいます。確かにそれはありますよね。誰かに嫉妬することによって自分とは違うんだ、こいつは特別なんだって思うと、なんか今まで仲良かったのにちょっと距離を置こうかなって思っちゃったりして仲悪くなりますよね。
でもですよ、和田さん。嫉妬しない方法なんかないですよ。誰も絶対嫉妬するはずです。いやいや、それがあるんですよ。嫉妬しない方法は3つあります。1つ目はよく言いますよね。自分は自分と考える方法です。2つ目は相手のことを思いっきり認めてやるんです。すごいね、よかったねって。実際そう思ってなくても言葉に出すことが大事になってきますよ。3つ目は自分も絶対負けないように何かしようっていう強い思いが大事になってきますよ。特に最後の自分も負けないように何かしてみようって思いがとても大事になってきますよ。そうすることで嫉妬してもさほど心が狭くならなく、自分だけは不幸と思わずに済みます。また相手との仲も悪くなりません。それでこの仲が良くなるっていうことがとても大事になってきます。仲が悪いとこいつ心が狭いなって言って相手は去っていきますけど、仲がいいままは続けていくと、お前もこれやってみないか、ちょっとこれ協力してよとか言ってチャンスを恵んでくれるかもしれないんですよ。なるほど、確かにそれはありますね。だから僕は嫉妬するたびにどん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 虚しくなっていったんだ。今まで早くこういう考えに気づけばよかったな。そうしたらもっと違う自分に出会えたかも。大丈夫ですよ、千田さん。これからはちゃんと嫉妬した時にこういう考えを持っていけば、きっといい友達にも出会えるはずです。頑張ってください。応援してますよ。ぜひチャンネル登録、高評価お願いいたします。乗り越えスイッチでは皆さんが人生の荒波を乗り越えられるようお手伝いさせていただきます。